久しぶりに、快晴って感じなんだけど、風強いわ。髪の毛乱れちゃう。あんたの髪の毛なんて見てる人いないよ。それにいつも乱れてるやん。寝癖がついてる時もあるし、気にせんでもいいやん。あんた、言っていいことと悪いことあるんよ。乙女心を知らないから、あんたはいつまで経ってもデートもでけへんのや。ほんま、おなごの気持ちを魚でしてからに。悪態つくのはそこまでにして、金管の説明してくれへんか。調べてきたから説明するね。原産は陽子港沿岸なんや。江戸時代に輸入されたんだって。でも江戸時代って200年以上続いてるんだから不正確だけど、熟した実はそのまま食べたり甘露煮にするんよ。薬にもなるんだって。咳や喉の痛みに効くんよね。そのまま食べればいいような感じだけど、食べると酸っぱいんだよね。金柑からできた薬は金橘って言うんだよ。今日はちゃんと調べたからね。見直したよ、ネットで調べて。それをそのまま言うんじゃなくて、ちゃんと自分の言葉で説明してるね。